奈良市奈良町にある元興寺では、秋の花々が見頃を迎え、訪れた人の目を楽しませています。元興寺で見頃を迎えているのは、秋の七草の一つ、萩。万葉集に最も多く詠まれた花としても知られています。国宝の極楽堂と禅室を囲むように咲いていて、長く伸びた枝が秋風に揺れています。また境内ではおよそ200株の彼岸花も見ごろです。鮮やかな赤い花が石仏や石塔を彩っています。朝早くから訪れた人たちは萩と彼岸花の共演をカメラに収めていました。元興寺の秋の花々は今月いっぱいまで楽しめそうです。